さんは赤尾瓶さんを知っていますか？ YouTube で選挙演説をご覧ください。うるせえやっから。だからぼっちなのよ。これほどまで日本の未来を予想した政治家はいない。30年以上前に今の日本を予想した政治家はいないと思う。予想というか全く頓挫した選挙屋がメディアを使い金をばらまく。裏金集めのうまいのが政治家になる。参議院はいらない。定数是正、浮かんでは消え、浮かんでは消え、全く動かない。30年以上前、ウジ虫は金に群がり、清いものは匂わないから群れない。企業献金が問題でパーティー券になったはずだが、抜け道はあったのだ。強欲で金集めのうまいのが政治家の条件とは全く見当外れだ。ダイハツの認証試験の不備でトラックが認証取り消しということだが、去年の販売台数が7000台。販売台数の少ない車種からの再試験とはただのデモンストレーションにしか見えない。ダボさんの独り言、政治の不備を震災、法業界、芸能界でもみ消す。勘付けられたのは不幸である。今回は以上になります。ありがとうございました。因果応報。やばい、バイク来た。なうわー、すげーな。わー、すげー、すげー、すげー。あいつら飛ばしたって教えらんねんかね。スースー。